皆さん、こんにちは。今回はプロ野球界のレジェンド長嶋茂雄さんについて深掘りしていきたいと思います。長嶋茂雄さんは日本球界を代表する名選手であり、監督としても数々の偉業を成し遂げてきました。そんな長嶋茂雄さんに右手切断の噂が浮上しているのです。この噂は長嶋さんが脳梗塞で倒れた後、右手をポケットに入れて隠すようになったことから広まりました。しかし実際には右手を切断したわけではありません。長嶋さんは2004年3月に脳梗塞で倒れてしまっています。それも心原性脳塞栓症という脳梗塞の中でも後遺症が大きいとされるものでした。当時医者からは寝たきりも覚悟してくださいと言われたそうです。しかし長嶋茂雄さんは懸命なリハビリを続けました。その結果、日常生活を送れるまでに回復しましたが、後遺症で言語障害と右半身に麻痺が残りました。麻痺を隠すためにポケットに右手を入れていたのです。しかし長嶋さんの右手をポケットに入れる姿勢を批判する声もありました。2013年に国民栄誉賞を受賞した時のこと、授与イベントで受賞演説を行う時や、安倍晋三総理から記念品の金のバットを受け取る時に右手をポケットに入れていました。その姿にネットでは、総理大臣の前で失礼ではないかという声が上がったのだそうです。また園遊会で天皇陛下を前にしても右手をポケットに入れたままだったので、一部から批判を受けました。長嶋さんはファンに弱った姿を見せたくなかったのでしょう。それは決して見栄ではなく、ファンを思うがゆえの行動だったのではないでしょうか。以前長嶋さんは知人に、長嶋茂雄が長嶋茂雄でいるのは難しいと語っていたそうです。自身のイメージを何よりも大切にしているのでしょう。これ以降、人前に出る時には必ず右手をポケットに入れるようになり、いつしかそれが長嶋茂雄さんの新しいスタイルになりました。ファンの夢を壊したくないというファン第一主義の表れなのです。長嶋さんはリハビリに励み、少しずつ右手を動かせるようになってきました。2017年2月の宮崎キャンプでは、右手に革手袋をはめ選手たちを激励する姿が話題となりました。右手を隠そうともしなかったようです。この姿に観客席からは大きな拍手と歓声が上がったそうです。長嶋さんは今でも長嶋茂雄であり続けるために懸命にリハビリに取り組んでいるのですね。一方で長嶋さんの右腕が黒ずんでいることも話題となりました。これは老人性紫斑病という高齢者によく見られる症状だと言われています。加齢とともに血管が脆くなり、ちょっとしたことで皮下出血を起こしやすくなるのだそうです。長嶋さんも高齢になり、体のあちこちに不調が出てきているのかもしれません。しかしそんな中でも野球に対する情熱は衰えることを知りません。長嶋さんは現役時代、阪神ファンだった松井秀喜さんをドラフト1位指名で獲得、ゴジラ千日計画と銘打ち、松井さんを育て上げ立派な4番打者に成長させました。松井さんが現役を引退した後も二人の絆は固く結ばれています。松井さんは長嶋さんが脳梗塞で倒れた時も常に気にかけ、支えとなってきたのです。そんな松井さんへの思いを込めて、長嶋さんは松井さんのメジャー挑戦を後押ししました。当時松井さんの海外移籍に反対する声もあり、松井さん自身も裏切り者と言われるかもしれないと悩んだそうですが、そんな松井さんの背中を押したのが長嶋さんでした。実は長嶋さんは現役時代、ドジャースからの誘いがあったそうで、俺はメジャー行きの夢は叶わなかった、お前は俺の分まで好きなようにメジャーで夢を果たしてくれと愛弟子を送り出したのです。そこには日本球界の発展を願う長嶋さんの深い思いがあったのかもしれません。松井さんも引退会見で現役時代の一番の思い出を聞かれた際、長嶋監督との素振りと即答、ヤンキースに入団してからも
メジャーにいた時も長嶋さんは私に電話の前で素振りをしろと言って、素振りの音でそれだとスイングの良し悪しを見抜いていましたと電話での特訓をしていたことを明かしています。2021年の東京五輪開会式では2人で聖火リレーに登場しています。また体調を崩した長嶋さんが入院や車椅子生活でひどい腰痛に悩まされていた時には腰に負担がかからないよう体全体をケアしてくれるマットレスをプレゼントしたのだとか、長嶋さんと松井さんは固い師弟の絆で結ばれていることがよくわかりますね。長嶋さんは現在も読売巨人軍の終身名誉監督を務め、年間1億円もの報酬を得ているそうです。また自身の名前を商標登録しており、グッズの売り上げなどからも収入を得ているとのこと。超一流のスーパースターとして豊かな生活を送られているようですね。そんな長嶋さんにも悩みはあるようです。それは長男の一茂さんとの確執です。一茂さんはたびたび長嶋家の問題について発言しており、父親との絶縁状態にあることを明かしています。一茂さんによると、長嶋家はもともとバラバラで家族6人で旅行や食事にすら行ったことがないのだとか。また一茂さんは2007年の母の葬儀以来兄弟とも会っていないと語っています。一茂さんは自身の遺産相続を放棄したことも明かしており、兄弟との関係修復は難しい状態のようです。2017年のテレビ番組で放棄した理由について、そういうので揉めたくないから、兄弟が4人いるのですがすでに3等分だと説明していました。一茂さんが遺産相続を放棄した背景には、次女の美奈さんとの確執があるのではないかとささやかれています。1999年に一茂さんが結婚した際、母親の明子夫人と美奈さんは出席しなかったのだそうです。また2009年に一茂さんが長嶋家ゆかりの品々を勝手に売却したことや、長嶋茂雄の商標登録を勝手に申請したことなどに皆さんが激怒したという話もあります。すでに激怒している皆さんを筆頭に、兄弟間の遺産相続でこれ以上争いたくないということと、皆さんとの確執に一応の決着をつけるための宣言だったのではないかと言われています。また家族関係が悪化した原因の一つに、おばさんの存在があるとも言われています。このおばさんとは明子夫人の弟の嫁のことで、長嶋家に大きな影響力を持っているのだとか。一茂さんは、母が亡くなってからおばさんの態度が豹変した、おばさんは父に対して圧倒的な影響力を持っている、一連の長嶋家の不仲報道などの出来事は全ておばさんの存在によって引き起こされた、このおばさんさえ入ってこなければ長嶋家は平穏だったとも語っており、おばさんの存在が長嶋家の分断に関わっているようです。長嶋さんも家族の問題については公の場で語ることはありませんが、一茂さんの発言を聞くに胸中は察するにあまりあるものがあります。しかしそんな中でも一茂さんは長嶋さんとの思い出を大切にしているようです。一茂さんは雑誌の記事の中で、4年間一緒だったんですよね、親父とは、その間会話ゼロですよと巨人在籍時のことを打ち明けつつも、どうしても言っておきたいことがある、それは日本中の長嶋茂雄ファンの中で僕こそが一番の長嶋茂雄ファンだということをと語っています。父から愛された記憶はないと語る一茂さんですが、心の奥底では父への愛情を抱いているのかもしれません。長嶋さんもかつての栄光の裏側にあった家族の問題について胸の内を明かすことはないでしょう。しかし病に伏した今でも家族を思う気持ちは変わらないはずです。そんな長嶋さんの晩年を支えているのが次女の美奈さんです。美奈さんはかつて人気スポーツキャスターとして活躍し、今は実業家として長嶋さんの活動をサポートしています。脳梗塞の発症以降、美奈さんは長嶋さんのそばで献身的に支え続けているのです。
2018年にはミラクルが起きたと話題になりました。胆石という病が長嶋茂雄さんを襲い、この病気の影響で半年ほど入院し、長嶋さんの容態が危ぶまれました。胆石の一部を手術で取り除き、術後の経過も良好だったそうです。しかしその後、残りの胆石が奇跡的に消えていたというのです。担当医も驚きを隠せなかったそうで、皆さんはみんなで喜びました。メイクミラクルだってと嬉しそうに語っていました。まさに長嶋さんにふさわしい奇跡のエピソードと言えるでしょう。長嶋さんは現在都内の療養型病院と自宅を行き来する生活を送っているそうです。長嶋さんは以前、自宅で尻餅をつき頭を打ってしまったことがありました。幸い処置が早かったため大事には至りませんでしたが、こうした万が一の事故が起きても対処できるよう周囲が慎重になっているそうです。長嶋さんの入院する療養型病院はかなりサービスが充実しているそうで、月に何度かはプロの演奏家によるクラシックコンサートが開かれ、料理は豪華な懐石料理が振る舞われるのだそうです。もともと豪華な病院ですが、長嶋さんが入院する病室はさらに豪華なのだとか。身の回りのお世話をする専属のお手伝いさんもいるとのことです。読売ジャイアンツの終身名誉監督としての待遇は申し分ないようです。日課は散歩とリハビリ。言語障害と右半身麻痺は完全に治ったとは言えませんが、それでも病気を克服するという強い信念のもと、厳しいリハビリのおかげで元気に過ごされているようです。長嶋茂雄という名前はこれからも野球ファンの心の中で輝き続けることでしょう。現役時代の輝かしい記録はもちろん、監督としての手腕、そして何より野球に対する情熱、長嶋さんが残してきたものは計り知れない大きさがあります。プロ野球が低迷する中、長嶋さんの存在はファンにとってかけがえのないものとなっています。長嶋さんは野球界の宝であり、日本スポーツ界のレジェンドだと言えるでしょう。私たち野球ファンにとって長嶋さんは野球の神様のような存在なのです。そんな長嶋さんの一日も早い回復を願うばかりです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。